それでは、藤井聡先生にお越しいただきまして、これからですね、まあ、今まで申し上げた山形市のいろんな国土強靭化に関連する話題についてお話を伺いたいと思います。藤井先生どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。新たに内閣も変わって、うんうん、まあ、これから国土強靭化、ね、また地方創生ということで、うんうん、そうですね、本当にやるぞという体制に入ったかというふうに思うんですけども、うんうんうん、まあ、やはり山形市、私住まいしてずっと山形市の観点からそういったものを見ているんですけども、うんうん、とにかく交通網の整備っていうのをまず、進めてほしいというのがあります。まあ、山形市高速道路もぶつ切りですし、うんうん、また鉄道もですね、新幹線もいるミニ新幹線ということ、うん、そうですね、うん、ですね、またこれから仙台との関係、うん、山形市と仙台市って県庁所在地が隣り合っているという珍しい、うん、ほんと近いですよね、立地にありますんで、これを生かすためにはですね、うん、その今仙山線っていう在来線があるんですけど、うん、非常に古いものですが脆弱で、冬になったら頻繁に遅れたり止まったりということですので、うん、こういったことをですね、うん、まあよりスピードアップして進めていければな、というふうに思っています、うんうん。で、まあ、私が考えると、遅れている分、逆にその、投資効率といいますか、それによる経済効果が高いんじゃないかなと思うんですよ。そうですね。先生はその辺はいかが？いや、もうまさにおっしゃる通りで、本当に昨日、安倍、改造内閣が正式に立ち上がって、でその中で自由民主党を中心としてですね、公明党さんと中心としてこの内閣の中で地方創生を最大重要課題に据える、はい、ということになりましたですよね、はい、でその中でどういう施策項目があるかっていうのは、これは自由民主党のふるさとに人口と活力を取り戻すというプロジェクトチームがありまして、先日ながら私もその第1回の時にお呼びいただいて、まあ、講演をさせていただいたりとかしてるんですが、でいろんな先生方をお呼びになってプロジェクトチームの取りまとめというのをですね、先週、党に正式に教えてる、はい、で、その内容をこう拝見するとですね、やっぱりこれが地方を活性化していくために、はい、雇用の問題でありますとか、税制の話とか、あるいは場合によっては東京一極集中の緩和をしていく中で、地方への分散化を果たしていくとか、こういろんな項目が書かれています。で、その中の最後にですね、社会インフラの整備、それから、国土の強靭化、防災、対策ですね。はい、それが最後の項目でこう明記されているわけですね。はい、当然ながら地方創生というのは今申し上げたソフトな話ですとか、人づくり、それから仕事づくりというところが重視されるわけでありますけども、いわゆる街づくり、国づくりといわれるような社会インフラの整備というものも含めてハードソフトをバランスよく組み合わせてやっていこうというのが今の政府の立場になるんだろうというふうに思います。プロジェクトチームの取りまとめを拝見している限り。で、その中で、やはりその社会インフラというのを考えるときにですね、社会インフラがどこが比較的整備されていて、比較的どこが整備されていないのか。というところ、明らかに地方都市において、はい、整備が遅れていると。そうですね。道路にしても、それから新幹線にしても、全国ネットワーク計画というのがあって、これはもう全国津々浦々、主要な都市については、太平洋ベルトだろうが中野が、日本海側であろうが太平洋側だろうが、三大都市圏に含まれているような地方都市だろうが、無関係にですね、はい、ネットワークを作るという計画を我が日本国政府は、もう40年ほど前から作って、新幹線に関しては。道路に関しても20数年前です。20年ぐらいですかね。中曽根内閣のくらいですかね。14000キロ高速というものを作って。これ作るということを約束しているわけですね。ところが、まあ、予算には当然限りがあるということで、徐々に作り、進めていると、はい。で、どこまで作ったかというと、やっぱり都会部に作って、地方部の道路はいまいち作られないまま、放置されている状況、ね。新幹線に至ってももう全然作られてないまま、放置されているような状況、はい。ここで公共事業を止めるということは、地方を切り捨てるということを、まあ、意味しているわけですね、はい。都会だけ重視して地方を切り捨てるということを意味していますから、当然ながら、地方の活力を取り戻すときにインフラストラクチャーも大事だということが、まあ、言われている状況下ではですね、このインフラの格差の問題をこう解消していくというのは極めて重要なポイントになるというのが私の感触ですね。そうですね。したがって山形において道路というのが寸断されているもの、これ道路はどれだけ作ってもですね、例えば9割作っててもその9割を少しずつこうやって分断しながらこう作ったら何の意味もないですからね。少し繋げるだけで意味が出てくるわけで。道路は繋がってこその道路でありますから、
この分断しているという状況は逆に税金の無駄遣いをしているわけですよね。そうですね。今まで投入した税金が十分に効力を発揮してないということですから、この税金の無駄遣いをなくすためにも、このミッシングリンクと呼ばれる抜けたところをきちんと使っていくのが最も効果的な財源の使い方であるというふうに思いますね。で、新幹線に関しても同様のことが言えるんじゃないかなというふうに思いますね。そういう意味では、もともと決まってたことを早くやってくれという、そうなんです、ごくごくまっとうな話かなと思いますし、やはり企業誘致もそうですし、うん、やっぱり物流部分がネックになってしまいますので、うん、また観光客を招くにしてもですね、うん、道路、鉄道、しっかりしてないといけませんので、うん、これからもう都市間競争の時代とかですね、うん、それはまあ、ある意味仕方ないですし、望むところなんですが、うん、ただやっぱり競争を煽るなら、その競争条件をしっかり整えてほしいというのが本当に強い願いなんですね。かたや、F1 並みの車を用意して、かたや、500cc の軽自動車で、さあレースしろって言われてるね。そうですね、うん。最低限のインフラが整っていないと競争にすらならない。そうですね。わけですからね。そこはぜひ全国にご理解いただかないといけない。そうですね。もう一つ、まあ、国土強靭化ですから、災害に備えるという部分なんですけども、山形市東日本大震災ではですね、ちょうど縦横の結節点としてですね、非常に重要な役割を果たしたというふうに思っています。まあ、空港も隣の東根市にですね、山形空港があって、そこをフル稼働して、また、日本海側からこう、太平洋側に物を運んだりするのですね、まあ、山形市をこう、なるほど。いうことですんで、うん、南東北と言いますかね、うんうんうん。まあ、新潟沖も津波の可能性も、そうですね。あるという話はもう、出てますもんね。出てますし、うん、そういう防災拠点として一つ大きな役割があると思っていますので、うん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 、まあ、その意味での道路ですとか、また、その防災に備えた様々な設備なりなんなり、必要だというふうに思っているんですけども、うんうんうん。そうですね。やはり国土強靭化の政府の取り組みでは、オールジャパンということをね、いつも使ってますけど、これは地震の破壊力というものが尋常じゃないぐらい大きなものであるということが予想されてますから、これはそれぞれの自治体が単体で対応できるようなものではないわけですから、対応というのはもう当然ながらチームでやっていかないといけない。したがって前線基地と、後方支援基地とか、あるいはバックアップ拠点とか、もうありとあらゆる、まあ、いわば軍事作戦のようなものですよね。地震という巨大な外敵に対してどういうふうに立ち向かっていくのかということですから、今おっしゃったような、そのバックアップ構想をですね、結節点としての役割を担っていくというのは、今からやっておかないとですね、そうですね。いけないところだと思いますですね。やはりまあその前提としてあらゆるリスクシナリオといいますかね、それの想定が必要だと思うんですけども、それはもう政府もやはり行っているという、まあそうですね、南海トラフに関して、並びに首都直下地震に関してこういうようなものが起こると、内閣府でまあ計算しているところですし、で、日本海側の津波の話もこの概要をそれなりに決めてきてますから、であとはそれがどういう組み合わせで起こるかとか、あるいはどういうシナリオがいくつかあり得るのかというのをさらに政治化していくということがこれから必要になってくると思うんですね。で、さらに国土強靭化の計画を、まあ、今政府は立ててますけど、この計画をさらにもっと良いものに、より具体的なものに変えていこうと、これからしているわけですけれども、その中ではやはり地震だけではなくて、火山が噴火したらどうなるかとか、あるいは大雨が降った時にどうなるのかっていう、そのあたりの想定がまだ十分でないところがありますから、それをさらにこう含めて、国土強靭化計画をこうどん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 レベルを上げていこうとしているところなんですね。で、国家としてもそういう国土強靭化計画を、国家政策、国家計画を立てるということを、まあ、さらに進めていきますけど、ちょっと今年の6月から地域強靭化ガイドラインを策定を政府としてもしておりますので、この6月に作ったこの地域を強靭化するガイドラインに基づいて、それぞれの自治体さんが強靭化していくという取り組みをぜひ始めていただきたいと思っているところですので、今議論のあった首都直下地震等のナショナルレベルの大きな地震に対して山形県がどう対応するか、あるいはどう貢献するかという議論と同時に、山形そのものに襲いかかる様々な災害があればですね、そういうものを一つずつ考慮しながら対応していくということも、それぞれの自治体さん、すなわち山形強靭化計画ですね、これもぜひ考えていただきたいなと思うところですね。そうですね。まあやはり、いざという時に動かなきゃいけないのは自治体という面がありますので、まあ直ちにですね、山形市もそういったものを想定しなきゃいけないというふうに思いますし、まあ強靭化計画も作っていかなきゃいけないと
思いますね。うん、で、まあ、今おっしゃいましたとおり、全国規模で考えると、例えば関東に大規模な大地震が来たという時に、うんうん、まあ、そこで出る被災者ですとか、うん、また必要な物資の量とかも、比べ物ならないぐらい多いわけですよね。そういった時に山形市あるいは県がですね、まあ、どういった役割を果たせるかという部分も、やはり、これは政府とまさに連携しなきゃいけない部分ですね。そうですね。本当に、国土強靭化を進めるときに、どう自治体の方に協力しているのかというところが、まだ不十分な議論しかね、できてないところで、これを本当に進めないといけないというふうに思っているところですね。今、山形が直接被るリスクというのは、はい、比較的安定した地域と言われているらしいんですか？そうですね。山形市、県の中でも、うん、山形市はですね、うん、非常に災害が少ない地域ですね。うんうん、地震にしてもそうですし、台風なんかもほとんど来ないんですね。なんか避けて、山脈の関係だと思うんですけども。うんうんうん、ですので、まあ、むしろ、その、支援する側に回ることが多いのかなというふうには思ってますが、やはり最近の異常気象ですね、まあ、集中豪雨が降って、うん、結構山形市の隣に例えば南陽市というところがあるんですけど、うん、大変な水害、うん、今年の夏もありまして、あ、まあ、2年連続だと思いますね。それやはり、局地的な雨の降り方することで、うんうん、まあ、山形市自体もですね、川があるんですけども、須川という川があるんですけど、かなりこう、傘が増してですね。あ、そうですか。危なかったなっていう場面は今年あったんですね。なるほど。ですので、気象といいますか、その気候の変化による想定っていうのは、これまで以上にレベルを上げないといけないと思ってますし、そこに対しては手当てが必要だと思います。で、山もあるわけですよね。そうですね。そうなると土砂災害。そうですね。ちょっとまさに広島でいろいろありましたようにですね。ああいったことも、もう一回全部点検し直さなきゃいけないと思います。当然今、それに対して対応をどんどん上げていかないといけないと、これ当然なんですが、ただこれは何も今だけの話ではなくて、日本という国土において政治、祭り事が始められた瞬間から、地産と治水と。この二つはもう政治の要だったわけですよね。ですから、今日においてすらまだそれが不十分なわけですから、うん、どんどん今の段階でもその地産と地水というものをやり続けないと、いけないというのは、これはやっぱり日本のこの厳しい自然環境をいただいている国土に住む日本民族としては、当然やらないといけないということで、うん、これは、右であろうが左であろうが上であろうが下であろうが前であろうが後ろであろうが、どんな考え方を持ってる人でもこれはやっていただかないと普通に生活できないんですもんね。そうですね。人命を守るという話ですので、うんうん、これに反対する意なんてないと思うんですけどね。そうですね。ぜひ山形にはそんなこともね、そうですね、していただきたいと思いますし。はい。で、やはり先ほどのバックアップのお話また戻りますと、バックアップをするにはバックアップする力が当然必要に。はい、なってきますから、その力はどこから来るかというと、やっぱり経済がしっかりしていないとダメですし、で、経済がしっかりしているということは、それなりにこう人口も減り続けるのではなくて、維持し、かつ拡大していくような、そういう活力のある地域にしていくことが、実はバックアップのためにも絶対必要だということを考えると、はい、先ほど自民党のプロジェクトチームでも議論されていたような、はい、まあ、東京からの分散の受け皿に、山形がこれからなっていくと、はい、いうことも大事な方針になっていくんだろうなと。いうふうに思いますね。そうですね。やはり山形市のようなですね、うん、まあ、人口20万、30万、うん、そういった都市が元気であることで、うん、まあその周辺も含めて支えていくというモデルが大事だと思いますので、うんうん、まさに今東京に集中しすぎている経済的な機能についても担っていかなきゃいけないと思いますね。うん、そのあたりの話をこう全国の自治体の方々とタッグを組んでですね、そうですね、国をこう動かしていってですね、うん、この国土の構造をきちんとこう偏ったものをより適正な、均整の取れたようなものにしていく努力というのをう国民プロジェクトとしてね、やっていく必要が、今ちょうど政府は地方創生とも言ってます、国土強靭化とも言ってますが、重要な方向になると思いますので、そうですね、それがやはりその2つはもう、うん、一体なものだと。まあ、地方が元気であることがリスク分散にもなるというような考え方ですよね。そうですね。私自身はずっとそういう思いで続けてますし、くしくも、安倍内閣その二つを掲げているというのは、そういう方向に進んでいく状況にあるというふうに感じているところですけどね。まあ、私もその流れでしっかり頑張っていきたいなと思います。はいはい。
あとですね、うん、もう一つは建設業のお話でして、うんうんうん、まあ今ですね、全体的な公共事業の予算を含めてですね、うん、増えていきましたので、うん、やはり人不足、資材不足というものが山形にも来てるんですね。で、一時期ですね、まあ公共事業は悪玉論が強すぎたことで、まあ非常に予算も減ってですね、そうしますと業界の方も、人の採用を抑えたりですね、投資をやっぱり抑えてですね、どん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 こう縮小していったと。でそこで急にですね、まあ、震災が来たということで、やっぱり必要だったんだということに気づいても、ちょっと遅い部分があってですね、これはもう一度ですね、適切な方にしていかなきゃいけないと思ってるんですけども、それについては。そうですね。まさにおっしゃる通りで、なんとか今建設業者の方がですね、復興需要、それから強靭化需要、オリンピック需要、こういったものに、今政府が、国家がやらないといけない公共事業を受注して、なんとかそれをこなすということで、ギリギリ、なんとかこなしている状況ですけど、これかなり無理がある状況でこなしていただいているところがありますから、やっぱり建設供給力自体は、日本国家として拡大していく必要がある。それをやっていく上でどういうふうにしていったらいいかというと、結局はですね、やはり公共調達制度をどうするか、すなわち政府が、公共事業をやってもらいたいという業者さんを選ぶときに、どうやってその業者さんを選んでいるのか。そのときに、どれだけの給料を払うのか、どれだけの単価、労働単価を払うのか、資材の単価をこう見積もるのかという、そういう制度そのものをきちんと見直していくことが必要で、でなぜ必要かというと今、いわゆるダンピングと呼ばれるものが起こってて、とにかく企業の方が仕事が今まで十分なかったので、とにかく仕事が何よりあった方がいいので、安く、見積もって、こんなに安くできますよ、こんなに安く見積ますよ、で、安いお金でこう受注していくっていうのが残ってて、で、それは未だにいろんな事業で、これだけ公共事業が、昔よりは活性化してきた状況の中でも、まだそういう価格が安いというのがあって、で、そこの部分をどういうふうに改善していくかっていうのが大事になると思うんですね。これがいいって。で、もう一点はですね、まさにそういう状況であるということが、日本国政府も理解をしてですね、品格法というものが改善されてですね、今、労働者に、例えば、2万円、その受注業者が払っているのに、ここの制度では1万3000円しかもらえないので、1万3000プラス7000円を自分の儲けから抜いて、自腹を切って2万円払って労働者に来てもらうと。なぜかというと、1万3000円だったら人が集まらないので、世の工事現場に行くので、仕方なく、ここでは労働単価が高騰してて、ところが政府から1万3000円しか持てないと。この7000円の問題があって。そしたら2万円で発注したんだったら、3万7000円を請求して7000円が来るようにと、いうようにしないと企業が疲弊する。という構造が実は細かいですけど、こういうのダメじゃないかということで、この7000円を見るような方法で、公共調達制度というものを見直そうという法律が通ったんですね。あとはこれをしっかりと運用していくことが大事で。で特に大事なのが、これは、実は、品格法というのは、中央政府の発注業務して、に対して活用されるものなんですけども、これは地方自治体に関してもこれでやってね、と言うんですが、やるかどうか地方自治体の裁量にかかっている。したがって、しっかりと地方自治体も同じやり方をやるんだと、こう宣言するとですね、地元の業者さんというものは非常に安定した状況になって、それで、じゃあちょっと今年は大学出よう何人か雇おうかとか、じゃあ今年はちょっと重機を買おうかとかっていう方向に徐々に変わっていって、本当に建設供給力が山形の地でどんどんついていくということになりますので、その地方の建設の公共調達制度を各自治体がどう判断していくかっていうのは、実は非常に大事な問題になるんじゃないかなと思いますね。そうですね。普通の産業といいますか、他の産業ですと、賃金っていうものは、市場の原理で上がっていくわけですけども、やはり公共事業の割合が多いと、そこの設計労務単価っていうものはですね、実際の本来市場でやればもっと上がっていくはずのものが上がらないわけですよね。そうすると産業としてまあ衰退していくっていうのはまさにおっしゃる通りですし、これでは本当にいつまで経ってもですね、人が集まらないということで、ぜひどんどんですね、国を主導してまあ上げていきたいと思いますし、地方もやっぱりそういったことは認識にしていかなきゃいけないですね。業界の方はもうやっぱり人は集まんないよと、このままだとっていうのも分かってらっしゃるので、まあさっき言ったね、自分で上乗せしてっていうのもあるでしょうし、長期的に考えた場合ですね、こう安定してこう仕事が出ていくということが非常に大事だなと。自治体でいうとですね、例えばその1年間の単位で見ても、
例えば、4月から6月が暇でですね、うん、年度末に集中してるっていう、そうですね。1年間単年度で見た時の、まあ、平準化なんかもですね、これは実際の努力で、ある程度までは解消できる、ね。複数年次契約とか、ね。そうですね。そういったのものもですね、まあ、今、例外扱いなので、うん、で、ね、そこは国の制度としてですね、ちゃんと4月1日から工事できるような、そ, う、ね、その事前の準備をですね、いわゆるゼロ国ってやつですね、ゼロ国で。それをもう正面から認めていただくような、ね、方向に行ってほしいんですけどね、うん。まさに今、政府はそういう議論をしているところですので、いち早く、さらには早くどころか、より先導して、地方自治で始めていただくと、ね、本当にやり方一つで、衰退するか、反映するか、大きく変わってくると思いますからね。ぜひそういう方向で進めていくといいんじゃないかなと思いますですね。はい、そうですね。まさに、まあ、地方だと経済に占めるその建設業の割合というのは、まあ、それなりに大きいものですから、うん、これまでの変な悪玉論じゃなくてですね、うん、そうですね、必要なものとして適切に発展していただくということは、もう何としてでも、ね、でね、必要なことだと思います。山形という地には、その、バックアップ拠点としての責任もありますし、はい、で、さらにネットワークは、今まで投入したネットワークの分が、ミッシングになっているので、放置されているので、はい、税金の無駄遣い状況になっているわけですが、この無駄遣いを解消するためにも、全部道路をつなげるということを進める義務もあるわけし、で、さらに新幹線だって、もともと政府は昭和40年代に古い規格で作ると、約束しているわけでありますから、はい、こういうものを作るというような、これもまた、ある種、現世代の日本人の義務なわけですから、うん、はい、そういう意味で潜在的な需要がたくさんあるわけですよね。で、さらには、ゲリラ豪雨だってあるかもしれない。はい、そういう状況の中で建設供給力というものが、必要なわけですから、これをちゃんと育てていくというのは、当然ながら一貫した思想のもと、そういう方向で考えていくというのは非常に大事になると思いますですね。そうですね。まあ、その意味では、当然のことを当然に、まあ、地方も主張していくべきだということだと思いますし、そうですね、まあ、私も全くその通りだと思いますので。はい、これから私もそれ向けて頑張っていきたいと思います。頑張っていただきたい。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。